どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。ここでは言えない内緒の話は、ニコニコ動画で見てくださいね。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。また、このチャンネルには、告知以外にも攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。それから、このチャンネルとは別にサブチャンネルを用意してあります。サブチャンネルには感動ものやお歌等、特別な動画もアップしてあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等にも用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。さらにサブサブチャンネルとして、ランブルという別のプラットフォームにも過去動画をいくつか見繕ってあげていっています。どちらもこの動画の説明欄にリンクがあります。これらチャンネルにもぜひ訪ねてみてください。さて、今回追加した雑談の内容の触りを少しだけ。彼らの誇る産業について、あの連中はいろいろなとこで迷惑をかけてるんだな。今回は具体的に触れなかったけど、あの国を抜かすと日本に一番たくさんいるらしいけどね。そうだろうな。本当に迷惑なのぜ。マジで駆除する法案を日本政府が作ってくれないかしら。政府は日本人のためになることをなかなかしてくれないよな。むしろ破壊しようとしてるんじゃないかぐらいだな。そういえば、話は変わるんだけどね。ほうほう。2021年3月22日に、経済財政諮問会議ってのを開いたらしくてね。ふむ。経済財政諮問会議ね。そこで、経団連の中西博明会長ら民間議員が、地方で優先的に最低賃金を底上げして、東京からの人の流れを生み出すべき。って提言したらしいわ。最低賃金引き上げ、それって中小企業や個人事業を立ち行かなくする愚策じゃん。でしょ。中西会長とかは、最低賃金が高いからって東京から地方に人が移って、地方の活性化になる。って考えだと思うけど、そんなのありえないわよね。ありえないな。高い賃金を払えない中小企業とかが続出して、地方の産業が壊滅するだろ。そして菅総理は、賃上げの流れを中小企業や地方に広げ、最低賃金をより早期に全国平均で1000円にする。って意欲を示したんだって、乗り気なんだ。頭おかしいの。菅さんって地方再生とかも肝入りなのよね。でもこんなことしたら、立ち行かなくなった地方の企業は外国に買われて、ますます地方の侵略が進むでしょうね。外国人に買われないようにする土地利用規制法案を見送った挙句、長期にわたる緊急事態宣言で弱り切ってるところにこれか。こりゃもう意図的に日本を破壊する気だな。信じられないでしょ。まだ二階幹事長の GoTo トラベルのがマシなのよね。終わってるな。続きはニコニコ動画でね。熱っ。